リハーサルでした。うん、ということでね、もうこのレッスン場に来ることはないです、今後。うん、最後でした。イエーイ。次々と最後がやってくるね。そうだね。うん、ああそう、今劇場公演のリバイバルを提出して、そう10個も送ったから、ぜひ見てほしいです。うん、ぜひぜひ。おすすめはリセット公演と僕夏と、パーティーとか会いたかったとかです。うん、数多すぎて期間内に見切れないだって。見切れる場合は全部見てほしいです。まあ見たいの見てください。うん、なんか僕夏の自分の映像を見たらフレッシュすぎてビビった。なんかコロナ禍だったんですけど、でもあの時はまだね、心はね、なんかめっちゃ10代だったんですよ。あ、込めて23とかだったと思うんですけど、マジで高校生気分だったから、心が。うん、うん、今はさすがに心は高校生気分じゃないけど、あの時はまだ高校生気分だった。うん、あとあの時はまだ膝も痛くなかった。今は本当にもう膝が痛くて、左膝がしゃがんだりする時も痛って思ってやってたり、ちょっともう膝がね、ちょっと戻らないでって言ってる。うん、うわっ、びっくりした、怖い怖い、かまってちゃん女が来た、かまってちゃん女。ソララだ。ソララがガチャンって、こっちも驚いたわ、音に。だってソララはマジで本当にやばい。そう、今でも肋骨故障中なんですけど、うん、でも昨日はなんか X 見てたら、なんかおすすめに出てきたんで、ソララがなんか雑誌でなんか断層してるみたいな画像が出てきて、それすごっと思って保存して、で昨日でもソララ卒業公演には頑張って出てくれるらしいんですけど、でなんか昨日リハの前に携帯でソララにこうやってその断層した写真送ったら、始まる ね、なんかいるんですけど、ね、いる、ずっといる、怖い。
いいよ、座って。いいんです。大丈夫そう？うん、呼ばれないんです。あ、そうなの？順番が来ない。そう、サラダは。あ、待って、ショールーム配信してるからね。そうだ。うん、そうだね。危ないわね、あなた。違うんです。うん、何？ね、大丈夫。え、大丈夫？配信中です。危ない。危ないよ。本当に。気をつけないと。うん、気をつけて。言っちゃダメなこと。あれだからね。で昨日ね、そうリハーサルの前に、うん、なんか写真送ったソララに、うん、なんかダンスをしててソララが、うん、でその画像を拾ったんでソララにリハーサルで曲を始まる曲を映像撮るよって時にソララにピコンって送ったらソララそれ見てなんか私に向かって集中してくださいってめちゃでかい声でレッスン上で集中してくださいって言って私に向かってです。だってだって小田さんが写真送って7歳年上で7年以上先輩の私に向かって、はい、集中してくださいはぁ、あ、そうで私はえっと待ってはぁ、あ、って返して始まりました曲がなんでも、うん、曲始まるうん、うんうんうん、始まる時、うん、始まるじゃん。あ、始まった？始まんないけど、うんだったじゃないですか、うん、だからえってなるじゃないですか。だってそんなんで今からもうやろうとしてるのに、うん、やろうとしてる人から LINE 来てびっくりびっくりしちゃった、うん、はい、びっくりした、うん、笑ってるびっくりして集中してくださいって言われました。マジで歯おもろかったそれが映像に残ってるんです。そういつか見せますね。ね、皆さんのとこだけです。何が？うん？何送られてんの？送られてんの？あ、でもリハーサルに入ってるから。うん、そうそうそう、卒業公演にね出てくれるのでソララはね、ありがたいです。いっぱい覚えてもらってます。うん。一生懸命すごいなんか完璧にしてくれるらしい。なあ、ちょっと。でもね、ちょっと今怪我してるのでソララは、そうね。早く治ってほしいなって思います。優しいです、ね、うん、早く治りますようにかわいいそれよくうん、そこの鏡と喋ってる。そう喋ってるよで友達だもん。もうこれおもろくてそれ本当に。え、おばさん友達だもん。だって友達か、うん、いいですね。でも、うん、2人でショールームそうだよ2人でショールーム